こんにちは、コスケです。いよいよ北海道一周、本日から行ってこようと思います。何度かこのステップワゴンで車中泊して、今回持っていく道具は決めました。せっかくなので、どのくらい走ったかも測っていきたいですよね。トリップメーター B を0にしていきましょう。 A は給油ごとにリセットしたいと思います。いよいよ北海道一周始まりましたね。新千歳空港あたりからまずは函館に向かっていきたいと思います。天気は悪くないですね。で、函館到着前に景色綺麗なポイントがあって、室蘭ですね。室蘭は地球岬とか、僕の大好きなとっかり所なんかもあるので、室蘭に寄ってから函館に向かおうと思います。この室蘭市内、景色の綺麗なところたくさんあるんですが、代表的なのがやっぱり地球岬ですよね。今回は北海道一周、外側を回っていく北海道一周なので、地球岬は寄っておきたいですね。室蘭八景、地球岬に到着です。わあ、すごい、こんなに人たくさんいるところ初めて見た。観光バスも来てますね。室蘭暑い。27、8度ぐらいありますね、きっと。名称ピリカノカ、エトモ半島外海岸、地球岬でございます。おお、気持ちいいですね。今日天気ほんと良くてよかったね。この辺りの海はなかなか綺麗だと思います。それではこの後は函館方面に向かっていきましょうか。地球岬気持ちいいですね。さあ、それでは行きましょうか。なんとか今日明るいうちに函館までは行きたいんですよね。次は函館の少し手前を海沿いに入って、鹿部の道の駅まで行きたいなと思っています。あー、なんかちょっと雨降ってきたかな。今日一応天気予報は降ってもパラッとぐらいだったんですよね。だけどガチで降ってますね。いやー、参ったね。おかげで気温は下がって今20度ぐらいしかないので、車の中にいる分には快適ですね。森町までやってきました。函館に行く場合、このまま国道5号線をまっすぐ行くんですが、今回は北海道一周なので外周を走ります。この森町から恵山の方に向かって海沿いを走っていきましょう。そろそろ鹿部の道の駅に到着するんじゃないかと思います。ここが臨時駐車場なので、この先ですね。あったあった、ここに車を止めて何か食べてこようと思います。何かというか甘エビ丼ですね。甘エビ丼が食べたい。そう、ここ食材を買って自分で蒸して食べることもできるんですよね。土方歳三、バーベキューもございます。さあ、それじゃあ甘エビ丼あれば食べてきましょうか。お、スケソバーガーっていうのも美味しそうだね。ちなみにここソフトクリームも結構美味しいです。泉ちゃんが美味しいですね。いや、とてもとても残念なことに、甘エビ丼はもう
完売でしたね。その代わり食べたことのないしかべのスケソバーガーを買ってまいりました。甘エビ丼食べたかったけどね。多分これスケソーダラのフライにしかべといえばたらこなんですが、多分たらこのソースが、だってプチプチしてるからね、たらこのソースがかかってるんだと思います。じゃあいただきましょうか。玉ねぎの匂いもするね。お、うまい。白身魚のフライにタルタルソースが入ったハンバーガーですね。しかも多分たらこの入ったタルタルソース、あ、明太子かも、ちょっと辛いんで美味しいです。で、この後なんですが、今ここですね、しかべの道の駅におります。で、このまま海岸線を通って函館市内に向かいたいと思います。で、多分この辺に恵山のあたりに海峡展望台があるので、そこに寄ってから函館市内に向かいましょうか。恵山海峡展望台、さあ到着です。誰もいないね。では車を止めて見に行きましょうか。ここが津軽海峡を一望できる海峡展望台ですね。ここめちゃくちゃ気持ちよくて、僕函館の景色の中でも好きな場所の一つでございます。おー気持ちいい。あ、下北半島見えるんじゃないでしょうかね。目の前に広がっているのが津軽海峡で、その向こうに見えるのが下北半島になってます。あの奥にあるのが、そうですよね、で、この裏手には、まあ、反対側には恵山が見えます。山頂付近は雲がかかっていて、今登山はちょっと危ないかもしれませんね。それじゃあこの後は海沿いの道をずっと通って函館の市街地に向かおうかと思います。今日の移動は函館まででしょうかね。さあ、それでは行きましょうか。で、この後なんですが、函館市内に移動してどうしようかな。ご飯食べて車中泊しましょうか。函館空港が見えてまいりました。空港の駐車場に車を止めて箱屋で海鮮丼食べましょう。場内の案内表示に従ってご入場ください。お腹空いたね。函館空港と箱屋のコラボ、7月1日から週末限定イベントで海鮮焼きがやってるんですね。中トロ入りサイコロ丼かな。マアジの回廊丼とかもなかなか悪くなさそうですよね。相変わらず素晴らしい盛りですね。うわー美味しそう。じゃあいただきましょうか。
さあ先ほど車中泊する場所に到着いたしました。ちょっと撮影するの忘れましたが、お風呂も入ってすっきりしております。函館はお風呂たくさんあるんですよね。もう晩ご飯は食べてお腹いっぱいなので、あとは今日の動画を編集しながら暗くなったら寝たいと思います。明日は朝一番で函館山行きましょうか。北海道一周1日目の動画はこれで終了となります。明日は2日目の動画ですね。それではまた次回の動画をお楽しみに。おはようございます。北海道一周車中泊旅、本日2日目でございます。現在地は函館ですね。まだ朝の4時でございますが、そろそろ準備したいと思います。今日の天気は曇りですね。外気温は20度ぐらいと、車中泊するにはギリギリの温度だと思います。さあそれでは函館山に向かいましょうか。ちなみに昨日1日の移動距離は約400キロでしたね。なので10日間で4000キロ、今回一応3500キロぐらいのはずなので、まあ、このペースだと8日間9日間ぐらいで一周できるかなと思います。それでは出発いたしましょう。函館山にまずは行きましょうか。今日曇りではありますが、雨降りそうな曇りではないね。函館山山頂に到着でございます。さすがにこの時間人っ子一人人っ子一人いませんね。夜の夜景の時間は人でいっぱいの展望台ですが、朝はほとんど人はおりません。気持ちいいね。ちょっと白くガスがかかっているものの、景色は綺麗だと思います。今日はこの後ご飯食べたらこっちだね。この海岸線沿いをずっと通って、ずっと西の方に、あっちだね、あっちの方に向かっていくことになると思います。天候崩れなきゃいいですが、ちょっと南西方面は雲が分厚くなってますね。さあそれでは出発いたしましょうか。限定焼き鳥弁当、ガーリックご飯、これは食べたい。それじゃあ焼き鳥弁当買っていきましょうか。僕まだガーリックご飯って食べたことないですね。これはちょっと楽しみだね。じゃあ買っていきましょう。さあいただきましょうか。一応サラダも買ってきております。よし、じゃじゃん。ああ、ご飯にガーリックが入ってるんですね。でもこれガーリック入ってる代わりに海苔はなしですね。じゃあ早速いただきましょうか。いただきます。おお、ガーリックの香りと鷹の爪が入っていてピリッと辛いんですよね。でそれがちょっと焼肉のタレみたいな感じになりますね。
さあそれではこの後の予定なんですが、今ここですね、函館の市内におります。でこのまま海沿いを南下して日本最南端の松前町の白神岬に向かおうと思います。天候が回復してきましたね。ちょっと青空が見えてまいりました。いや、やっぱり海沿いの道は気持ちいいですね。このまま北海道を南下して最南端白神岬を目指すわけですが、途中に何箇所か行ってみたかった展望台があるんですよね。なのでその展望台に立ち寄りつつ最南端目指したいなと思います。で僕が行ってみたかった場所の一つ目がここですね。海林丸公園だったかな。どっから入るんだろう。あ、ここだね。この辺に止めていいのかな。僕ここを通るたびにいつも気になってたんですよね。栄光と悲劇の歴史物語、カンリン丸ですね。オランダで作られた幕府海軍創世記の主力艦だったみたいですね。ああ、なるほど。函館に寄って小樽に行こうとしたところ、この場所で沈没したみたいですね。1871年なので150年ぐらい前となります。ああ、榎本武明率いる旧幕府艦隊の輸送船として品川沖から江戸へ向けて脱出したんですが、修理のため入港したところを艦軍の襲撃を受け捕獲で新政府軍の船になったということですね。栄光と悲運の帆船、カンリン丸終焉の地。ここ佐良木岬でカンリン丸は沈没したんですね。眩しいね。太陽が顔を出してまいりました。このまま晴天になってくれると嬉しいな。今日は海沿いを走るので天気がいいと気持ちいいんですよね。さあそれでは行きましょうか。で次なんですが、この先20キロぐらい進むと尻打ち展望台だったかなという場所があるので、そこにも行ってみたいなと思います。あ、ここ津軽海峡下北半島一望大パノラマ展望台、ここに行きたいんだよね。ここかな、ここだね。ここを右折みたいです。道南21景の一つらしいですね。道南21景ってなんだろう初めて聞いた。どこだろう。神社の脇を上がっていくんでしょうかね。尻打ち町の主内展望台だね。尻打ち展望台じゃなくて尻打ち町の主内展望台というところらしいんですが、どこから行くのかが全く分かりません。ここ登っていくのかな。分かりましたよ。やっぱりさっきの神社から登っていくみたいですね。なので神社のところに車を止めて登っていくんじゃないかな。多分ここに車止めるんだと思います。
ここ階段登らなくても車で行けるみたいですね。上り専用の一方通行の道路でここを登って行けるらしいです。結構狭いけど、えこれはなかなか厳しいぞ。ちょっと待って、これはなかなか厳しいぞ。うわー、ギリギリだで、ここに車を止めるんだね。僕ここずっと気になってて、一回来てみたかったんですよね。で、ここが主ない神社の本殿でしょうかね。お賽銭箱とおみくじ箱が置いてありますが、展望台はこの横でございます。ちょっとなんか錆びて壊れそうな感じしますが、すごい細くなってるよ。大丈夫かな。さあ、ここが知内町の主ない展望台でございます。おお、確かに気持ちいいね。この辺は畑と山がたくさんありますね。国道を走っててずっと来てみたかった展望台、ようやく来ることができましたね。さあ、それではまたあっちの海沿いの道に戻って北海道最南端目指していきましょう。よし、それじゃあ行きましょうか。で、この次なんですが、この主ない展望台の近くにもう一個展望台あるんですよね。12キロのところにあるので、次はそこに行ってみたいと思います。で、北海道最南端に向かうにはこの道をまっすぐ進んでいくんですが、今回は左に行きます。ここ左海沿いなんですけど、行き止まりらしいんだよね。で、その行き止まりの先あたりに展望台があるみたいなんですよね。牡蠣小屋もあるね。あ、この辺にキャンプ場があるみたい。さあ、ここが展望台でしょうかね。それでは車を止めて少しこの辺歩いてみましょうか。松前八古志道立自然公園、今の現在地がここです。で、ここを目指してるんですが、この道は通れないんですよね。このちょっと先ぐらいで行き止まりになっていて、まあ、ここから戻って、まあ、こんな感じで最南端は目指していきます、まあ、場所的にはここですよね。ここキャンプ場なのかな。だからトイレも整備されてるんでしょうかね。で、ここからちょっと進んだところに展望台はあるみたいです。ここも気持ちいいけどね。じゃあ行ってみましょうか。あ、ちなみにここ青の洞窟があるんですよね。
どこかな、この上だと思うんですが、あ、ここだね。ん？この草の中を、え？ここ？小谷石展望台って書いてますよね。ここかな。あ、これ？嘘ん。すごいね。こんなとこを登っていくんですね。なかなかハードな展望台です。疲れた。もうちょいか。あ、ここで終わりだね。さあ、ここが小谷石展望台だと思います。疲れた。おお、確かに綺麗ですね。車を止めた場所がこの下です。あ、みんな釣りしてるんだね、ここで。あー、天気がいいとめちゃくちゃ気持ちよさそうですね。あっちに下北半島が見えて、こっちには津軽半島が見えるみたいです。今日は天気が悪いので全く見えませんが、今度晴れてる日にまた来てみたいですね。さあ、それでは行きましょうか。一回戻って北海道最南端のあるあっちの方に進んでいきたいと思います。さあ、それでは行きましょう。次こそ最南端白神岬に向かっていきます。なんか微妙に雨が降ってきましたね。昨日と同じパターンかな。予定してないところでザーッと降る可能性がありますね。もうそろそろ到着でございます。天気が良ければここめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。あ、すごい昨日みたいな大雨だね。ちょっと雨ひどいどころじゃないでしょこれ。ちょっと待って、ほらすごいもん。雨っていうよりも水が落ちてきてるって感じですよ。いやいやいや、ひどいね。出るのも難しそうだね。うわー、なんだろうこの雨。さあ、ここから松前町ですね。あれ？雨があんまり降ってない。到着いたしました。北海道最南端白神岬でございます。降りようか迷いますが、まあ、せっかくなんでちょっと降りてみましょうか。ちなみにオートライトがつくほど暗いです。まだ朝の9時、午前中の9時なんですけどね。うわー、むわっとむしっとしてますね。
さっきバラバラ雨の降ってた場所はなんかどんよりした雲で覆われてます。トンネル1個向こう側はもう滝のような雨でしたよね。ただ海は穏やかですね。入れそうなぐらい穏やかですし、なんかこう暑いね、蒸してる感じです。天気が良ければここから青森県が見えるんですが、これだね、北海道の白神岬の向こう側に青森のタッピー岬でしたっけ、20キロぐらい先にございます。今日はさすがに見えませんね。さあ北海道最南端到着したので、ここからは日本海側を北上していきたいと思います。ちなみにこの白神岬、天気がいいと本当に気持ちよくて、朝日なんかはめちゃくちゃ綺麗ですね。真っ赤に空が染まって、まあ、その時の映像を出しておきますが、真っ赤に染まった朝日が綺麗な岬だったりします。さあそれでは最南端に到達したので、次は最北端を目指して日本海をずっと北上していきましょうか。さあそれでは行きましょうか。でこの後は上の国江差方面に向かっていきましょう。じゃあ少し松前の道の駅に寄ってこの後の計画立てましょうか。ここもまだ飲食コーナーはやってないので、ご飯は食べれませんが、ちょっとここで休憩していこうと思います。さあこの後なんですが、まあ今日天気が悪いのでこの気持ちいいルート走っても全然気持ちよくないんですよね。まあ、とはいえ全く移動しないというわけにもいかないので、まあ、ゆっくり移動しながら今日は早めに休んで、明日に備えるっていう感じですかね。で、明日、明後日ぐらいから数日間天気良くなるはずなので、まあ、そこでちょうどオロロンライン、稚内、で、知床ぐらいまで行けるかなと思ってます。まあ、天気予報が当たればですけどね。で、お昼ご飯なんですが、この次、上の国の道の駅があるので、そこで食べようかなと思ってます。ゆっくり行くとちょうど11時ぐらいに着くと思うので、そこでお昼ご飯にいたしましょう。少し時間的にも余裕があるので、コーヒー休憩にしましょうかね。一応北海道一周するのに、この日ならそんなに天気悪くないよねっていう一週間を選んだはずなんですが、まあ台風の影響かな。ちょっと天気があまり良くなかったですね。さあそれではコーヒーでも飲みながら少し休憩いたしましょう。じゃあコーヒー飲んだら移動しましょうか。上の国の道の駅に向かいましょう。今日はちょっと美味しいもの食べたいですね。うわぁ先が全然見えませんね。すごい霧だね。そろそろ上の国の道の駅モンジュに到着いたします。今日のお昼ご飯は
この上の国の道の駅モンジュでいただきましょう。さあ、それじゃあちょうどレストランがオープンする時間だと思うので、そこで何か食べましょうか。ここはヒラメの漬け丼と、あとエビラーメンだったかな、がすごい美味しいんですよね。ここから先天気が良ければ海が一望できてめちゃくちゃ気持ちいいんですが、今日は真っ白になっちゃってますね。あの天気いい時の映像を出しておきます本当ここ気持ちよくて、でレストランがあの上なんですよね。海を見ながら食事ができるという場所になっております。まあ、本当夕日とか見に来ても気持ちいいですし、景色のいい道の駅の一つじゃないかなという気がいたします。さあ、ご飯食べに行きましょうか。これがね、このヒラメの漬け丼、テックイ漬け丼が個人的には大好きです。天丼もあるんだね。で、あとはエビラーメンもかなり美味しいですね。ここ天気が良ければ海が一望できて気持ちいいんですよね。今日はテックイ漬け丼を注文いたしました。いやー美味しそうですね。これがテックイ漬け丼でございます。じゃあいただきましょう。あの漬け丼1200円は安いよね。せっかくなんでここ下まで降りてみましょうか。今日天気めちゃくちゃ悪いんですが、海はすごい穏やかなんですよね。お、鳥居みたいのが立ってますね。岬にある鳥居に向かい、海の中から階段が続いているように見える。これは観の道と呼ばれている。さっきのあの、あれだね、あの鳥居に向かって階段が続いているように見えるわけですね。さあ、それじゃあ行きましょうか。めっちゃ静かだね。綺麗に晴れてるとめちゃくちゃ気持ちいいんですが、そこだけがちょっと残念ですね。さあ、この後ですが、今現在地この上の国ですよね。あとはこのままどんどん北上して行けるところまで行こうと思います。まあ、どっか途中でお風呂入って、で眠くなるか暗くなるか、まあ、どっちかで車中泊したいなと思います。気温は22度とそんなに高くないんですが、なんせ湿度がもう湿度ほぼ 100% なんで、今日これで寝るのはしんどそうだね。ここ上の国といえば勝山伊達跡とかもありますよね。あの松前藩藩主の祖先が開いた盾でございます。毎回行ってるので、まあ、その時の映像があれば出しておきますが、あの時は天気良くてすごい気持ちよかったんですよね。今江差町入ったんですが、ここでお風呂とか入っていこうかな。で、給油もしなきゃいけないので、もうガソリンがなくなってしまいます。なので給油してお風呂入って北上しましょうか。あ、ここかな、ぬくもり温泉。多分これだね。意外とこん、あ、でも3人しかいないから、ここで入っていきましょうか。どこに温泉があるのか全くわからないけど
どこだろう。あ、これだね。湯って書いてますね。じゃあ行ってきます。いやー、さっぱりさっぱりしましたね。なんかここ多分地元の人ばっかりなんでしょうね。コロナのあれで名前とか住所書くようになってたんですが、町内以外だと僕だけでしたね。でロッカーがないので財布とかは持って入らないとダメです。よし、じゃあガソリン入れて北上していきましょうか。いや気持ちよかったね。じゃあどうしましょうか。とりあえずこの江差しにはラッキーピエロがあるんですよね。函館からちょっと遠いんですがラッキーピエロがあって、ちょっと今日この後どこで晩ご飯食べられるかわかんないので、ラッキーピエロのハンバーガー一つテイクアウトして、でお腹が空いたら晩ご飯に食べましょうか。今1時なのでまあ 3,4 時間ぐらいはエアコンの効いた車内なら持つんじゃないかと思います。江差し天気いいね。でお弁当はさすがにゴミが多くなっちゃうのでハンバーガーを1個か2個買ってこようと思います。天気良くなったからめちゃくちゃ暑いですね。湿度は若干下がっております。さあさあ何食べようかな。今日予算あと1000円なので食べたことないの行ってみましょうか。今めちゃくちゃ混んでて注文してから出来上がるまで40分ぐらいかかるということなので諦めました。まあどっかで何か食べましょうか。ここのラッキーペイロ函館市街にあるからかいつも混むんですが、まさか何でもない平日でこんなに混むとは思いませんでしたね。せっかく乙部町に来たので函館戦争官軍上陸の日でも行きましょうか。通り道ですしね。どこだっけな、関空上陸の日、確か海沿いにあったはずなんですよね。あ、あったあった、ここだね。ここが関空上陸の地でございます。車はいつもこのぐらいに止めてるんですが、工事しているのでここに止めましょうか。建物にも書いてありますね、函館戦争官軍上陸の地。旧幕府軍は森町かな、まあ、今こう渡島半島があって西側の乙部町にいるんですが、東側の方から旧幕府軍は上陸したんですよね。で官軍はこの乙部から上陸したということで、明治元年軍艦海洋丸を機関とした計8隻で東京品川を脱走した旧幕府軍は、そう、森町の鷲木から上陸し蝦夷共和国を公選入札選挙によって樹立させました。というわけでここが函館戦争官軍上陸の地となります。今思いっきり工事してますが、おそらくこの場所から新政府軍が上陸してきたんでしょうね。さあせっかく乙部町にいるので、白フラも行きましょうか。だいぶ前に一回行った気がしますが、久々に行ってみたいなと思います。天気もいいので今日気持ちよく見えるかもしれませんね。ここだね。よいしょ。さあそれでは行きましょうか。あれ
ちょっとシラフラ展望スペース真っ白になってて見えないかもね。こっから見えるのがシラフラでございます。すごいよね。手前側しか霧で見えませんが、この感じが奥までずっと続いてるんですよね。でもちろん下に降りて見ることもできます。さあそれでは行きましょうか。この後もどんどん北上していこうと思います。もうあとここから 3,40 分ぐらい走ると北海道の一番西の端が見える場所に着くんですが、晴れましたね。快晴です。雲一つない快晴という感じではないでしょうか。北海道最南端の白神岬ではあれだけ滝のような雨降ってましたが、気持ちよく晴れてますね。じゃあまずは北海道最西端が見える太田神社の拝殿あたり行ってみようかなと思います。この日本海側のルートは海にボコ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 岩が突き出てるんですよね。こんな岩がずっとこういう景色が続くので、走っていても見応えがありますよね。確かこのトンネルを抜けたところに太田神社の拝殿があったような気がするんですが、ここじゃなかったかな。あ、そうだね。おお、気持ちいい。じゃあこっから北海道最西端でも眺めましょうか。今日は本当朝からとんでもない天気でどうなることかと思いましたが、一転快晴でございますね。まあ、ちょっと雲はありますが晴れだと思います。でここから見えるあの陸地の先端あたり、あの向こう側かなにあるのが北海道最西端です。一番北海道の西の端ですね。あの離島を除いた西の端になります。あそこトンネルが通ってて西の端には車で行けないんですが、まあ、こっから見るのが大体西の端という感じですね。であそこには太田神社がございます。めちゃくちゃ急な階段で本殿があの山の崖の上にあるんですよね。あそこだね。あそこまでひたすら崖を登っていくという日本一危険な参道の神社でございます。太田山大権現は北海道西海岸随一の霊場にて臼杵の善光寺と並び称さる。善光寺は蝦夷三観寺のうちの一つですよね。室町時代にできたんだね。太田山神社の創立といわれる1441年です。ここ景色もいいし天気もいいし風も涼しいし静かだし、なんかずっとここにいたい気分になりますね。それではどんどん北上していきましょう。この海岸線沿いを通っていく道は北海道最西端のところを通っていく道はメインの国道ではないんですよね。メインの国道は内陸部を通っていくので、なので結構狭い道を通ることになります。もちろんスピードも出せないので時間はめちゃくちゃかかっちゃいますね。さあここは瀬棚町なんですが、展望台があるね。あそこの上に展望台が見えるので
ちょっと行ってみたいなと思います。どうやって行くのかな。あの右上にありますよね、展望台。あ、立正山公園だ。多分僕あそこ一回行ったことあるかもね。こっちだったかな。ここを登っていくとさっきの展望台に行けたはずでございます。運輸省指定キャンプ場で、ここの P に車を止めて確か歩いていくんだったような気がします。確か展望台この上にあったんですよね。やっぱりキャンプ場になってるんだね。この辺がテントサイト で登っていくと展望台があります。普通に公園もあるので遊歩道歩くだけでも楽しいかもしれませんね。あったね、あそこが展望台。展望台でございます。ここかなり前に一回来ましたよね。で、確かこの辺から上に登れたはず。あったあった。わあ、気持ちいいね。よいしょ。日本海を一望できる展望台ですね。天気もいいので気持ちがいいです。この後はこの海岸線をさらに北上してまいります。あっちに向かっていく感じでしょうかね。さあ、それでは行きましょうか。ちなみにここ展望台行くだけなら特にお金はかからないです。じゃあこの後北上して寿都あたりまでは最低限行きたいですね。で、そのあたりで車中泊する場所を考えたいと思います。確か寿都に八重城があったはずなので、そこがいいかもしれないね。なんかこの辺先からウニが落ちてるんだよね。踏んだらパンクしそうで怖い、怖いですね。もう夕方の5時でございます。そろそろお腹も空きましたね。どっかセイコーマートあったらそこでご飯にしましょうか。もう多分お店もほとんどこの時間になるとやってないと思うので、道の駅ももうやってないよね。スッツのセイコーマートがありましたね。ここに寄ってご飯買っていこうと思います。よいしょ。さあ、買ってまいりました。じゃあ移動しましょうか。やっぱりここの先に野営場ありますね。あ、この信号左折するんだね。僕ここ曲がるのは初めてかもしれませんが、右に行くと寿都温泉湯別の湯があるみたいなので、まあ、お風呂入ってない時はここでお風呂入ってもいいかもしれませんね。で、突き当たりを右に曲がるとあるみたいです。風車、風車を作っています。あ、あったあった。ほら、寿都町浜中海岸野営場。赤い舗装は遊歩道です。あったあった、あれだね。
ちなみに無料で使える野営場なので。お、すごい駐車場広いね。じゃあ皆さんの邪魔にならないように僕はちょっと遠いところに止めましょうか。車止めてすぐこの後ろでテント張れるんですね。本日セイコーマートで買ってきたのがこの2つでございます。セイコーマートのホットシェフといえば、まあ、カツ丼が一番有名かな。であとはフライドチキンですよね。で僕はカツ丼の他に豚丼も好きなんですが、同じぐらいこのチキン南蛮が大好きでございます。このチキン南蛮美味しいんだよね。チキンは厚みがありますね。でタルタルソースがかかってます。いただきます。うん、うまい。これタルタルソースに入っている胡椒がこうピリッとしていて美味しいですね。そしてホットシェフといえばこのフライドチキンでございます。ホットシェフのフライドチキンはあれですよね、あの唐揚げくんとかマックのナゲット系じゃなくてスーパーのお惣菜系の唐揚げだと思います。ちゃんとこう肉肉しい感じのフライドチキンなんですよね。ごちそうさまでした。それじゃあちょっと外の様子でも見てきましょうか。結構広い野営場ですよね。すぐ裏は海ですね。日本海がすぐ裏にあります。でさっきあっちになんか看板があったので見に行きましょうか。ここ本当波の音しかしない静かなところですね。で高い木がもさもさ生えているわけでもないので虫が多い感じもないです。まあいるとは思いますがそんな多くないかもね。あ、これこれさっき気になったんですよね。カザナギの狼、スッツワに吹く出し風によりかつてニシン漁や北前船の海難事故が絶えなかったと言われています。ここに神様がいるんですね。あ、いらっしゃいますね。じゃあ少しご挨拶してきましょうか。さあこれで海難事故には合わないかもしれませんね。でトイレは多分あの野営場の奥の方だと思います。わあ、トイレ挟んで反対側にもずらっと駐車スペースありますね。すごいね、100台ぐらい止めれそうな、100はないとしても50台は止められるスペースありますね。でここがトイレと水道でしょうかね。いやー、ここを無料で使えるのはありがたいですね。なので必ずゴミは持ち帰ってください。ゴミの放置が多くなると使えなくなります。多分天気がいいとすごく気持ちいいんだと思いますが、今日はうっすらガスがかかったような状態で真っ白でございます。じゃあ車に戻ってゆっくり休みましょうか。僕が車を止めたこっちの橋は多分この辺テント張りにくいんで草が長いんですよね。なので人気がないんだと思います。車中泊だと関係ないので、
少し離れたところでゆっくりしましょうか。さあ、それでは少しゆっくりしてから暗くなったら寝る準備したいと思います。今パソコンを見てたんですが、北海道、東北、北陸でゲリラ豪雨、これ朝松前あたりで遭遇したゲリラ豪雨ですよね。さあ、寝る準備が整いました。今日は函館から北海道最南端を通って寿都までやってきました。だいたい400キロぐらい走りましたね。明日は朝からどんどん北上していきたいなと思っております。さあ、今日も疲れたのでもう寝ましょうか。それではまた次回の動画をお楽しみに。おはようございます。北海道一周車中泊旅、本日3日目でございます。寒かった昨日の夜ちょっと窓開けて寝てるんですけど、ちょっと寒くて目が覚めて1枚布団を追加いたしました。まあ、北海道夜だとやっぱりちょっと寒い時もあるので、布団は1枚多めに持ってった方がいいですよね。それではここを片付けて出発の準備いたしましょう。本日朝の天気はこの場所は悪くはないという感じでしょうかね。太陽も出ていますし、気持ちのいい天気でございます。この無料の野営場、見ての通りすぐ裏に風力発電があるので、風切り音みたいなのが常に聞こえますね。僕はあまり気になりませんでしたが、静かなところで眠りたいという人はちょっと気になるかもしれません。今日はこの後あっちかな、シャコタン半島に向かって進んでいきたいと思っています。ちょっと向こうの方はまた雲に隠れていますが、晴れるといいですね。さあ、それじゃあ少し時間もあるのでコーヒーでも飲んでいきましょうか。で、今現在地なんですが、ここにおります。寿都の浜中野営場というところですね。昨日はこの函館を出発してぐるっと外側を回ってここまで来ました。で、今日なんですが、ここから積丹半島を通って、で、小樽、札幌、石狩を通って北上していきます。さあ、今日はどこまで行けるでしょうか。まだ北海道一周半分もクリアしてませんね。新千歳空港がここにあって、今ここなので、まだこの渡島半島をぐるっと回っただけでございます。こっからが本番だよねそれじゃあ3日目スタートでしょうかね。コーヒー飲んだら出発したいなと思います。さあ、それでは行きましょうか。ちなみに北海道一周始めてからの走行距離なんですが、約800キロとなっております。今のところ1日400キロペースで移動してますね。それでは忘れ物もないと思うので行きましょう。で、まず向かうのは神井岬、積丹半島の先端、神井岬に向かおうと思います。こっからだと多分1時間半ぐらいで着くんじゃないかな。今朝早朝の外気温は20度となっていて、昨日の夜からほとんど変わってないですよね。
今日はオロロンラインを北上して東北エリアに入ると思うので、だんだん涼しくなってくると思うんですよね。なので夜寝苦しいのは多分もう終わりじゃないかなというふうに思ってます。今日は昨日みたいに大雨にならなきゃいいですね。今のところ気持ちいいドライブになっています。あ、ここから泊村ですね。あのシャコタン半島の付け根にある泊村っていうところなんですが、まあ、ここは北海道電力の原子力発電所がある村です。あそこを左に入ると泊発電所に、まあ、みんな入ってきますね。柵があって警備も厳重でございます。先端の方に向かうに従ってだんだんと周りが白くもやがかかった状態になってまいりました。これはちょっと厳しいのかな。このトンネルを抜けるとカムイ岬への入り口が左手に見えるはずでございます。あ、ここだね。8時から入れたはずなので多分そろそろ、あ、開いてる。さあでは行きましょう。カムイ岬の先端の方は真っ白だけど左側は青空ですね。まあ、せっかくなので行ってみましょうか。それじゃあまずは青空の見えているこっち側から見ましょうか。ここカムイ岬といえばめちゃくちゃ風が強いんですが、今日無風だね。シャコタンブルーと言われる、お、青い海が見えますね。ほんとこのシャコタンの海は綺麗ですよね。真っ青で気持ちいいですね。ずっと今日本海走ってきましたが、なぜかこのシャコタン半島の周りの海だけ本当綺麗で透き通ってるんですよね。じゃあカムイ岬の先端の方に移動いたしましょうか。ダメだね、先端付近真っ白になってて。行くだけ行ってみましょうか。風に吹かれてシャコタンブルー。今日風がないので女人禁制の門通れるんですが何にも見えないね。ちなみにこの先道が非常に危険なので、かなり細い道なんですよね。なので行くのはやめておきましょうか。あの綺麗な時の映像は流しておきますが、ここから見た海はまさにシャコタンブルーという感じでめちゃくちゃ気持ちいいと思います。晴れてればですね。まあでも雨も降ってませんし、最悪の気象条件というわけではないので良かったなと思います。じゃあ行きましょうか。でこの後なんですが、どうしようかな。シャコタンといえばウニ丼ですよね。ただウニ丼屋さん今の時期めちゃくちゃ混んでると思うので、まあ、とりあえず目の前通ってみましょうか。さあそれでは行きましょう。
でこの辺本当ウニ丼食べられる場所本当たくさんあって、当然どこもシャコタンのウニ使ってれば美味しいんですよね。ここだけが美味しいってことはなくて、どこも美味しいんですが、あとは盛る量とか価格とかが結構違うので、どこのお店がいいかというのはまあなかなか難しいところだと思います。僕はこの先にある三崎っていうお店があるんですが、そこばっかり行ってますね。美味しいし、まあ、味が美味しいのはもちろんですが、価格もこの辺りでは比較的安い方だと思います。あ、今年野塚野営所空いてるね。ここにも野営所があって無料で使える。ここも結構車中泊ポイントの一つだと思います。このシャコタン半島の先端あたりにある野営所ですね。ずっとコロナで閉鎖されてましたが、今年は空いてますね。さあ、ここがウニ丼の中村屋と三崎でございます。車はいっぱい止まってますね。ちょっとちらっと見ていきましょうか。ダメだ、すごい列ができてる。駐車場もないね。一応裏にも駐車場があって、あ、こっちは止めれるけど、ちょっと見てこようかな。このあとまだまだ道のりは長いので、ここで1時間2時間待つわけにはいかないですからね。さっと入れそうなら食べてこようかと思います。いや、それにしても平日でも列できてますね。限定に20食5400円もあったから、8番目まであれで、うん、おいしそう。じゃあいただきます。いやー、美味しかったね。甘いし、こうプリプリしてますしね、大満足でございます。中の席は18席、20席ぐらい、あの20テーブルぐらいあって、20組ぐらいがいっぺんに入れる感じでしたね。で、生ウニ丼3200円だったので、思ったより安くて、他で食べるともうちょっと高いんじゃないかな。大満足のウニ丼でございました。やっぱりシャコタンのウニは美味しいよね。それでは行きましょう。あのウニ丼食べてたら天気晴れましたね。白いもやも完全になくなったんじゃないでしょうか。せっかくなのでシャコタン岬の島向い海岸に行きましょうか。さっき言ったのはカムイ岬ですね。ここを登るとすぐでございます。もう岬からは、まあ、さっきのウニ丼の岬からは3キロぐらいですね。さあ、それではここに車を止めて島向い海岸行きましょうか。この島向い海岸でもウニ丼食べることできるんですよね。生ウニ丼、ここだと並盛りが2950円で大盛りが4500円となってますね。さあ、それじゃあ日本の渚百選島向い海岸までこのトンネルを通っていきましょう。ちょっと低いトンネルなので狭いとこが苦手な人はダメかもね。Thank you.
お、涼しい。まさにシャコタンブルーという感じで気持ちいいですね。まだ奥の方はうっすら雲かかっていますが、手前は完全に晴れて海面が見えてますね。いやー、ほんと綺麗だよね。さあ、それじゃあどんどん北上していきましょうか。この後はシャコタン半島から札幌小樽方面に向かって、でそのまま稚内に向けてオロロンラインを北上していこうと思います。多分天気はいいんじゃないかと思いますが、さあ行きましょう。それでは行きましょう。でこの後は小樽、札幌、石狩あたりを通ってどんどん北上していきます。で暑いのでアイス、まあ暑いって言っても22度なんですけど、ちょっとどっかでアイスでも食べてで北上していきましょうか。いつも行ってるパスコロに行こうかなと思います。余市に入りましたね。この右手側に日華ウイスキーの余市工場があります。あのマッサンの日華ウイスキーですね。いやー、晴れましたね。暑い、いい天気でございます。小樽の街中までやってまいりました。これ左手に見えているのが運河ですね。小樽運河です。もうすぐ札幌市内に入りますが、この小樽と札幌の境目ぐらいにパスコロというアイス屋さんはございます。今外気温29度でめちゃくちゃ暑いのでアイス日和ですね。あ、ありましたね。この右手にある黄色い建物が手作りアイスクリームパスコロでございます。ここ土日の夏だと何十人も外に並ぶぐらい結構人気のアイス屋さんで、コスパが高いんですよね。味がまあ美味しいっていうのはもちろんなんですが、量が多くて価格が安いという、まあ、そんなアイス屋さんになっております。久々に来たねパスコロ。では買ってまいりましょう。このサイズで450円でございます。でかい。欲しそうなのですぐいただきましょうか。うわあ、ちょっと待った。溶けるペースが早すぎて追いつかない。30度近い日は外で食べるスピードよりも溶けるスピードが速いです。ああ、もうダメだ。こうでかくて表面積が大きいのですぐ溶けるんですよね。僕ここのおすすめはラムレーズンとクリームチーズ、あとはビターキャラメルだったかな、もう美味しいし、フルーツ系はシャーベットが美味しいと思います。シャーベット以外のフルーツはミルクフルーツみたいな感じになってますね。シャーベットはねすっきりしてて美味しいですね。いや、戦いだったね。食べるかこぼれるか。よし、じゃあ食べたら
出発しましょうか。うん。でこの会津屋さんを出てすぐ札幌市内に入るんですが、まあ、札幌市の手根区なんですけど、ガソリンが安いのでガソリン入れていこうかなと思います。この辺はコストコがあるんですよね。コストコがあるのでガソリン代もかなり安くなってます。ほら 157.8 円、10円ぐらい安いですよ。さあそれではオロロンライン北上していきましょう。今日の晩御飯にこの佐藤水産のおにぎり買ってこようかな。ここのソフトクリームもかなり美味しいんですが、さっき食べたんでやめときましょうか。ここはおにぎりがめちゃくちゃ有名なんですよね。おにぎりとあとはソフトクリームが美味しいですね。これ名物おにぎり、名物おむすびですね。すじことか鮭とかあるんですが、どれもめちゃくちゃ美味しいです。ちょっと高いけどでかいんですよね。おにぎり2つ買いました。これを晩ご飯にしましょう。じゃああとはオロロンラインを走るだけですね。ちなみに今のおにぎりなんですが売り切れちゃうので早めに行かないと買えないんですよね。今12時半、12時45分ぐらいで3分の1ぐらい売り切れでしたかね。土日とかだと2時とかに行くともう全部なくて、大人気のおむすびとなっています。1日目2日目と違って3日目は雨に降られることなく走っていけそうですね。もう見渡す限り青空です。いやーよかった。多分今日水曜日かな、木金土あと 2,3 日は晴れが続くはずなんですよね。なので晴れてるうちにできるだけ進みたいなと思ってます。知床ぐらいまでは行きたいね。さあこっから海沿いを走ることになります。正面に見えているのは日本海ですね。若干白いもやっとした感じしますが、まあでも晴れですね。晴れでございます。長いトンネルを抜けるとなんかまた天気がまた天気が悪くなってきましたね。でここからは増毛町でございます。でそろそろお腹も空いてきたんですが、タコザンギ食べようかな。天気良かったら展望台行こうかと思ったんですが、ここはまた次回にしましょう。今日登っても上はちょっと霧で見えないと思うので、増毛でタコザンギを食べていきたいと思います。タコザンギ美味しいのは増毛と、まあ、あと尾びらなんだよね。ここは寿司屋さんとかもたくさんあって、僕はこの先にあるお寿司屋さんによく行くんですが、今日はタコザンギ食べに行きましょう。でタコザンギはここが有名ではないでしょうか。ここが抜け毛が気になる人には大人気の増毛駅増毛駅ではなく増毛駅ですね。タコザンギできるまで少し時間があるので、元ホームだったところを歩いてみましょうか。まだ当時のものがそのまま残ってるんですよね。ここ増毛が終点だったようです。ここも当時の駅
に近い状態で復元したんでしょうかね。さあ、それじゃあタコザンギいただきましょう。よいしょ。こんな入れ物だっけね。揚げたてでございます。じゃあいただきます。すんごい柔らかいんですよね。めちゃくちゃ柔らかくて中まで味が染みてて美味しいです。味はちょっと濃いめだね。さあ、それではどんどん行きましょうか。このまま北上して尾平の道の駅も空いてたら、そこでもタコザンギ食べたいんですよね。なので急ぎましょう。ちなみに今の増毛駅の中にジュースも売ってるんですよね。タコザンギ売ってるところでジュースも買えるんですが、瓶のジュース、それもすごい美味しいですね。近所の農家さんで採れた果物を使った多分ジュースだと思います。めっちゃ美味しいです。そろそろ尾平の道の駅でございます。このオロロンライン、気持ちいいところたくさんあるんですが、僕好きなところの一つがこの尾平に入ってからのここのルートですね。ここは本当めちゃくちゃ気持ちいいですよね。左側に海が広がっていて、右側は緑の山がたくさんあるという。で、見通しも良くて先までずっと見えるので、走ってて本当気持ちいいと思います。ここと、あとお冬あたりでしょうかね。尾平の道の駅到着ですね。右側にあるのが、そうなんですが、今天気が良くて気持ちがいいので、左側の海沿いの駐車場に車止めましょうか。うわ、気持ちいいね。さあ、タコザンギ屋さん営業しているでしょうか。これがそうなんですよね。反対側から買えるはずです。あー、やってない。コロナの影響もあってしばらく閉店してるのかもね。タコザンギは買えませんでしたが、綺麗な景色は見ることができました。気持ちいいです。この後は太陽が沈むまで走りたいところですが、ちょっとそろそろ車中泊する場所も考えなきゃいけませんね。一応初山別の道の駅で無料キャンプ場と、あと温泉もあるので、まずはそこを目指そうかな。今調べたんですが、ここから初山別の道の駅まではだいたい1時間ぐらいなんですよね。まあ、ゆっくり走っても1時間半もかかんないと思うので、ちょうど日が落ちる前ぐらいには着くんじゃないかと思います。それでは行きましょう。あー、なんか北の方ちょっと雲がありますね。このまま北上していくと、また真っ白になる可能性もなきにしもあらずもう霧はいらないけどね。あ、ここだね。よいしょ。で、道の駅と無料のキャンプ場と有料のオートキャンプ場と、あと温泉が、まあ、一体になってるんですよね。同じエリアにあって、まあ、他にも天文台とか食事処なんかもありますが、今日はここで車中泊して温泉入ってさっぱりしたいなと
思います。で、海沿いにあるので夕日も綺麗に見えるんじゃないかなと思ってますが、お、結構キャンプしてる人いるかな。ここ無料のキャンプ場の駐車場なんですよね。で、この下にもスペースはありますが、さすがにいっぱいかな。ちょっと行ってみましょうか。あ、すごい、めちゃくちゃ人が多いじゃあ下も多分いっぱいだね。あ、すごい、ここもやっぱりいっぱいでございます。なので僕は上に車を止めて車中泊しましょうか。で、温泉とか散歩とか行く前にもうお腹が空いたので、ご飯食べましょう。今日買っておいたおにぎりをいただきたいと思います。で、買ってきたのが旭川産のお米を使った、まあ、星の夢を使った紅鮭おにぎりと、同じく星の夢を使った手まりすじこおにぎりでございます。ちょっと僕すじこ大好きなのですじこから食べましょうか。ここのおにぎりは本当美味しくて、僕オロロンラインドライブするときはここでおにぎり買って行くことが多いですね。で、おにぎりこんなこんなビッグサイズなんですよね。普通の 1.5 倍から2倍ぐらいあります。で、これ価格500円ぐらいするんですが、見てこれもうしょっぱいんじゃないかなっていうぐらい筋子がたんまり入ってるんですよね。じゃあいただきます。うん、うまい。ちなみに塩分控えめなのでそんなにしょっぱくないです。じゃあ次は紅鮭行きましょうか。こっちもめちゃくちゃ大きなおにぎりで、もう若干お腹いっぱいなんですけど、頑張って2つ食べましょう。で、ここの鮭はほぐした身とかじゃなくて、いや、ほぐしてあるんですけど、なんかこうすごい塊が入ってるんですよね。じゃあいただきます。うん、うまい。脂の乗ってる鮭の入った、塩分もちょうどいいんですよね。めちゃくちゃ美味しいです。ちなみに紅鮭以外にも秋鮭とか秋鮭ハラスとか、あとは鮭と筋子の入ったミックスとかもあります。僕、今回、鮭と筋子別々に買ってますが、1個しか食べないときはミックス買いますね。それじゃあ少し散歩してきましょうか。この高台の駐車場も結構気持ちいいですよね。でもこんな混雑してると思わなかったね。思った以上に人がすごいのと、車中泊が結構多いです。テントも立ってるけど車ほどじゃないもんね。ちなみにさっき車内の時計見たら23度でした。湿度は低くカラッとしてます。ほんと今日晴れてよかったね。あと1時間半ぐらいすると日が落ちるんじゃないでしょうか。夕日も綺麗に見えそうですね。今車止めてるのがこの辺なんですが、温泉はすぐ近くだね。で、いっぱいだったキャンプ場が、駐車場がここですよね。歩いて行ける範囲だと思います。車内からも綺麗な景色楽しめます。で、リアの窓を2つとも網戸にしてるんですが、風が全然ないので
暑い。外23度かな。で、車内がもう30度近くありますよね。まあ、湿度は低いので、ムシムシしてるわけじゃないんですが、暑いね。本日なんですが、このスッツを出発して、ずっと日本海側を通って、この初山別まで移動してきました。だいたい今日も400キロでしたね。なのでこの3日間で1200キロ走っています。で、明日は、初山別をスタートして、最北端稚内に行って、で、そこからオホーツク海を南下していく形になると思います。紋別か網走、まあ、この辺りまで、できれば行きたいですよね。明日最北端行くので、ホタテとか食べたいですね。今日ウニ食べたから、明日ホタテ食べて、で南下して行こうかな。じゃあこの後、日が落ちたら温泉入って車中泊しましょうか。もうちょっと日が落ちたら見に行こうかな。そろそろ日が落ちるんじゃないでしょうか。だいぶ涼しくなってきたね。おお、すごい気持ちいいね。わあ、これは素晴らしい夕日ですね。真っ赤に染まってますよね。さあ、僕はこの後はお風呂に入ってこようと思います。温泉あれかな。ここ朝風呂もあるんだね。お風呂気持ちよかったです。まだ水平線がうっすら赤いですね。あれ、利尻富士かな。もう夜の10時なんですが、この時間になると窓全部開けてると寒いね。そろそろ布団に入って寝たいと思います。窓は10センチぐらい開けて寝ましょうか。今これから寝るんですが、昨日から3列目シートのここにクルマットを置いて、で、この下には収納ボックスを置いて、そしてまたクルマットを置くとめちゃくちゃぴったり平らになるんですよね。これが一番寝やすいと思う。それでは3日目はこれにて終了となります。もうだいぶステップワゴンでもぐっすり眠れるようになってきましたね。それではまた次回の動画をお楽しみに。